4番目の前動の動きに入る前に今の3つの動きをもう少し大きく繰り返します。陽動を大きくして、気を上げていきます。そして、入動をその上がった気で、動かしていきます。さらに肺動で気を落としていきます。さっきと順番がちょっと違っていることに注意してください。これは気の動きをさらに広げて、動きやすく自由に動きやすくしていくためのやり方です。さあそしたらこの3つの動きを混ぜ合わせて、前動をしていきます。